ひと月満万し清水です。疲れましたね。うん。なんでこんなに働いてるんだろうっていうぐらい、今日も働いて、えー、休みなしで800日以上で800日以降数えてないので、一体いつになったら休むんだろうか。というふうに思うんですが、まあ、ひと満き万いつもですね、あの、世界の経済は、最新のコロナ情報は海外の論文を見てみようとかね、自民党は、野党は一体何をとかっていうふうな話をしているので、 今日はちょっとですね、えー、あなたの心の、ね、えー、闇と、そして、えー、貧乏を解決する家計簿、会計の情報っていう話をですね、ちょっとしたいなというふうに、まあ、お金の、お金とメンタルの話っていうのがですね、私に寄せられる質問ですごく、まあ、多かったので、ちょっとそれについて話をしていこうかなというふうに思っているんですよね。で、まあ、これから不況じゃないですか、ね。 間違いななく不況んでで、すよ。皆さん、これ何回言ってもなかなか伝わらないんですけど、世界経済ってボーナスタイムだったんですよ。2008年、リーマンショックが終わってそれを立て直そうとしてから、2021年、去年まで、ボーナスタイムだったんです。ずーっと、金がジャブ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 ってすられてですね、で、世界中に金があふれ返ったんですよ。皆さんは全くそれを実感されてないと思うんですけども、 実はボーナスタイムだったんですねで、えー、それでねそれのおかげでさなんか安倍政権とかがさあのずーっとさお金吸い続けてたでしょで吸い続けてたけどなんであの円安にならなかったんだろうで今最近急に円安になったじゃないですか。であれは世界中の中央銀行がお金をすりまくってたんですよ。でお金をすりまくっていた結果 あ安倍政権が金を吸っていてもそこまでまだ大丈夫だったんだけどもアメリカ、えー、イギリス、えー、ロシアも含めてですねえー、他にもあのイングランド中央銀行以外にも ECB、EU ですよね、えー、そういうところとかもですねどん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 利上げアルゼンチンも利上げという状況になっていてですね、まあ、大変な状況になっているわけですよ今ねでそうするとお金をぶわーって吸い続けている日本経済だけですね 日本円だけと価値が下がっていく。薄まっていく。っていうことなんですよね。でも、前はお金がジャブ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 流れている状態だったんで、えー、世界は、まあ、ある意味ボーナスタイムで安い金利でね、えー、資金を調達できて、どん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 ビジネスに挑戦できるっていう環境だったんです。で、それで生まれてい、えー、ったのがアメリカとかの IT ベンチャーとかたくさんのところ。で、日本はこのボーナスタイムが全く生かせなかったっていう状況の上に、 コロナがやってきて、えー、ウクライナ危機がやってきました。ね、で、えー、日本は円高方向に施策を取ろうとするとですね、住宅ローンから何から何まで金利が上がってしまって、で、さらに輸入ベースで、えー、やって、輸入に依存している国なんで、国内で何かを作ることもできないので、まあ、大変な打撃を追いやすい環境にあるんですよ。で、もう、あのー、他にもありますよ。長期構造的な構造で言うとですね、中国の高齢化。 っていうのがあって、安い中国の労働力っていうのが使えなくなっていきますから、もうダイソーは壊滅ですね。ダイソーは壊滅していきます。で、牛丼一杯400円とかで食うことすらできなくなっていってっていう、まあ、不況の理由はいくらでも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 いクーラーでもあります。大量にあります。で、まあ、じゃあどうやって乗り切っていきゃいいんだよっていうね、あの話をちょっとしていきたいなっていうふうに思うんですけども、あーのー、まあ、 一番はねうちの動画でもずっと言っていることなんですけど一番大事なポイントっていうのは心の元気を取り戻すことこれがすごく大事なことなんですよね心の元気を取り戻していればですね、まあ、人間っていうのは基本的にどんな状況でも耐えていけます耐える通て乗り切っていけます元気があれば何でもできるじゃないんですけどもいや本当にでもそうなんですよすごく大事なあのことで え元気っていうのがなかったらなんもできませんからね元気、えー、元気がなかったらどうしようもないんですよじゃあ元気ってどういうものなのかっていうのをですねちょっと考えていきましょうかでまあねあのちょっと話をしていきたいなって思うんですけどその元気っていうのって何なのかって皆さん考えてるかっていうとあのほとんどの人は元気っていうのはうーん何か あの、元気を出すっていうふうに言うじゃないですか。元気を出すね。まあ私も言いますよ。ね。気合、根性、元気、勇気、チ恵アっていうふうにこう言うんですけども、例えばですよ。皆さんが、うん、そうだな。皆さんあの、これスマホで見てますかちなみに。えー、あるいはパソコンえー、タブレットそうだね。テレビで見てる場合の人もいますよね。えー、そこにですね、 えー、皆さん、どこで見てるかわかりませんけど、皆さんの横、ね、えー、左、ちょっと向いてください。で、そこにですね、えー、例えば、こいつが、いたらしましょう。ガオーライオン。どうですか ?1 メートル。こに、ライオンいた。ガオーって、いたするじゃないですか。いや、別にあのゴリラでもいいよ。なんでもいいんですけど。 どうですかね。ああ元気出して逃げなきゃって思う人どれぐらいいますどれぐらいいますかああ元気出して逃げないとなって思う人何人ぐらいいますかじゃあトラどうですかこいつがカッと「うっ,って今左見たらねこいついたらどう思う。っあっトラがいるライオンがいるということはねっ 俺はとても危険な状態にいるから、元気を出して逃げないとな。っていうふうに思う人いたら、まあ、ある意味悟りの息っていう感じだよね。で、そんなことなくて、ウッってこうなって、ダッって逃げるわけじゃないですか。ってことはですね、えー、自分が今どういう状況かっていうね、えー っていうのは正しく認識さえできればほとんんどの人は元気出るんですよ、ね、で多くの場合はあのこの動画を見ていて「いや人生順風満帆です」と「お金の心配も何にもありませんと」ともう人生はとても順風満帆でも最高にハッピーな人生を歩んでおります、ね、だけど「うんお金とかちょっと見てみようかな」っていう人ってあんまりいないですよね何かしら悩みを抱えて見てるんですよね。 うちの動画で情報収集のために見てくださったりしてるわけじゃないですかじゃあその時に元気がないっていうふうに思ってるあるいはお金稼がなきゃっていうふうに思う力があんまり出ないっていう人っていうのは自分の現状がちゃんと認識できていないかそこは安全な場所なんだよっていうふうに思い込まされてるで本当は危険だって、えー、思ってる分かってるんで心の中では。 本当はライオンおんねんこっちに「あライオンやどうにしよう」って思ってるんやけど会社の上司とかがね「大丈夫大丈夫あれ剥製だから」とかってこう言ったりするわけですよだから元気がなくなってる原因っていうのは元気って本来自然に出るものなんだけどもね元気出さなきゃとかね元気ないわとかっていう人って安全な状態で元気がないんだったらこれは分かります。 ね、だけどお金が足らないんだけどもやる気が出ないとか本当はもっとちゃんとした方がいいんだけど元気が出ないっていう人の多くは隣にライオンがいるのに大丈夫大丈夫危険じゃないからっていうふうに思い込まされてるんだよ、まあ。これがねあの安富さんと言ってるこのあなたをハラスメントされてることに気づかないと自分の元気も何もクソも出ないよっていうことなんですよね。で、まあ、大抵の人の場合はね嫌な仕事っていうのを好きな仕事って思い込まされているからこういうことになるんですけども。 なので、えー、多くの人はライオンが隣にいて、ね、ガルルルってこう言ったり、あるいは大地震でぐらぐら揺れてたり、まあ、私がよく言う例え、えー、ね安富さんとかともよく言う例えなんだけども、タイタニック号、ね、に乗ってて、もうこうやってぐぐぐぐって傾きかけてるんだけど、大丈夫、大丈夫、船沈んでない、傾いてない、気のせいだからってこう思い込んでるで。こういう状態だと、なんだか不安だ、ざわざわするけど、でもやる気が出ないっていう状態に。 なるわけですよこの状態にはまってるとね、基本的に不況になろうが何だろうが絶対逃げられませんよ。で、好景気になってもチャンス使いませんよ。あの、2009年リーマンショックが収まってから、この2021年ウクライナ危機が起きるまで、日本の経済どころか、世界の経済はボーナスタイムだったんですよ。で、そのボーナスタイム、ゲーッとした人、どれぐらいいます多分いない。それは、 あのまあ日本人ほとんど握ってないからねそれはあのこのチャンスだったとしてもいい大学に行っていい会社に行って嫌いいな仕事でもちゃんと真面目に頑張りなさいとかって言ってるとチャンスが見えなくなっちゃうね <laughs> じゃあ次に不況の時なんで家計簿なのかっていう話をちょっとしていこうというふうに思うんですけどもちなみに家計簿ちゃんとつけてるっていう人会社の社長さんだとしたら 家計簿会社のねあの資産表そして決算書は毎日帳簿つけてまーすだから毎日 BSPL ねキャッシュフロー計算書をチェックしてまーすっていう人どれぐらいでしょうかこれほとんどいないんですよでこれねすごい面白いもんで人間のお金ね皆さんがいくら収入があって いくら毎月残ってねで何にお金を使ってるかっていうのって実はただの数字じゃないんですよ。でどういうことかっていうと人間の活動してるさお金ってねまあ,あのただの通貨以上の価値を、まあ、意味を持ってますよね。例えばえー、っとね今目の前にこの5月消防止者の、えー、米軍基地環境汚染っていうのが1,800円でこう書いてあるんだけども。 この1800円っていうふうな数字とね、えー、そうだなしょ、ここにある、クラゼビッツのナポレオン戦争従軍記っていうのがあるんだけど、これ2200円ね、えー、っていう数字があるじゃないですか。で、これは本を買った2200円、1800円っていうのの意味と、まあそうですね、えー、私ビール買わないからわかんないんですけど、缶ビール、何本か買った1800円って、 これの1800円という意味が違いますよね。でそうすると、皆さんの使っているお金を家計簿にちゃんと一個一個つけていくっていうことは、自分の心のありようをある意味可視化するんですよ。自分が何にストレスを感じているのか、何に喜びを感じているのか。ね。で、これね、ほとんどの人はやらないんですよ。やらないの。で、自分が どれだけの収入があってっていうか、サラリーマンで自分がこれだけ毎月転引きされているっていう自覚をしている人、まあ、所得税、社会保障で転引きされている人っていうのはあんまいないんですね。そういう自覚している人っていうのがね。で、それもまず自覚してないでしょ。で、その上で、いくらお金が残っているのかも知らない。ね。で、何に使っているのかもなんとなくでしかないっていう人っていうのはですね、かなり。 やばい。何がやばいかっていうと、不況の時に貯金ができない、無駄遣いをしていることに気づかないという以上に、自分が何にストレスを感じているのか、何が嫌なのか、でそれをごまかすために何に使ってるのか、いくら使ってるのかっていうのを見な見なっていうふうに、こうするようにしてるんですよ。で、これはね、 あの不況の時にお金を稼いで節約するっていうふうに考える以上にあの自分の心が何によって元気が奪われているのかっていうことを可視化するためにすごく重要なことなんですよだからこうやって不況の時で自分がなんだか元気がないななんだかもうちょっと頑張んなきゃダメだなんだかもうちょっと気合と根性を入れなきゃダメなんだけどなんかでもやられてないんだよねでもでもなんか不安 なんだかやる気が出ないんだよね。でも、まあ、何の不満もないやと、それ幸せな状態だから別に無意して気が入れなくていいんだよ。私が言っているのは、なんだか元気はないんだけども、なんだかもうちょっとちゃんとした方がいいと思うんだけども、なんだか不安っていう、そういう状況の人。ね。そういう人は、好景気の時にチャンスもつかめないし、かつ、不景気の時に生き残ることもできない。 でそれを暴くために大事なのはこれは家計簿つけることなんですよ。でそれに対して何にお金使ってて自分は何にねあのストレスを感じてるかっていうのを,こを可視化されるのよ。で、えー、例えばあの手取り30万ある人が自分は毎月1万円お金が残せていたけど意外とこれいらないよな。じゃあこれ排除しよう。 っていう風にやった時にこれパッて排除できるものもあるけどどうしても使っちゃうっていうものがあるのよ。なんかそれはあの日々のねあの帰る前の一杯のビールなのかあるいは何んだ何んんでもいいアイスクリームでも何でもいいそう,そういうものそういうものに使っちゃってるわ俺っていう風にう自覚ねをするとだんだんなんでそれなんでなんでっていう風に思考が、まあ、あまあだん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 こう深まっていく。 まあ深まっていくってていいくうでそうするとあこれに俺はやられちゃってるんだこれに俺元気奪われてるんだだからこれ変えたらいいんだっていうことが分かるんですよだから家計簿っていうのはあのそういう意味も持ってて心の自分の闇とか問題とかを解決する上でお金を記録するっていうことはすごく大事なことなんですよでしかもあの節約もし,づらあのしやすくなるので素晴らしいええー、ことだと。 思いますよ。で、これ体重計の時だってそうだよね。例えば、あの自分は何を食べているのかね。で、油どれだけ取っているのか。タンパク質どれだけなのか。で、炭水化物はどれだけ取っているのかっていうことを仮にまあ、現実的じゃないけども仮に全部記録できたとしましょう。で、そして秒単位で体重がわかるとしましょう。仮にね。いや、将来的にはそうなるかもしれないよね。なんかこのあの。 アップルウォッチみたいなやつつけていたらさずっと自動的にあのこの食べたもののカロリーが分かってかつこの足履いている靴にさあの連動してさ自分の体重がもうリアルタイムで分かるようになる多分そしたらダイエットすごくはかどると思いますよあるいはそんなあの時計なんかパーって捨てて、えー、この靴もパーってこう捨てるかどっちかだよねだダイエットできない人っていうのの特徴は体重計に毎日乗れないことね 家計簿つけられない人っていうのもあれはあの家計簿つけられないのはなんでそんな簡単なことができないかっていうと自分の心の心闇に向き合うことだからなんですよ自分が何にハラスメントを受けているのか何にエネルギーを奪われているのかっていうことが家計簿をちゃんとつけていくとあこれやばいわっていうことが分かってしまうんです。でこれね面白いことにねあのー。 ちゃんと家計簿つけている社長、まあ社長、まあ、私社長知り合い多いからなんだけど、家計簿じゃなくて会社の帳簿をつけて、毎日、えー、PLBS、えー、損益計算書と貸借対照表をチェックしてますっていう人ってね、やっぱり儲かる。少なくとも倒産はしないわけですよ。で、 おあのー、これから不況の時代に間違いなくなっていくと思うんですけども、あの、そのお金のね、えー、問題で考えていった時に、やっぱりね、あの、自分が元気を出すことっていうのが、すごく一番大事。で、そして、えー、その元気が出ない。なんで出ないんだろうっていうふうに思った時に、何が問題なんだと。ね。何に俺は元気を奪われてるのか。で、だって、さっきも言いましたけど、 あのね、えー、皆さんスマホで見てるとかなんかわかんないけど、こうふっと、この、こっち側見てください、こっち側。ね。こっち側こう見たときにですよね。ガオーガオーグルルルルルルグルルルルルっていうのがね、いたときいいんですよ。うん。どうもああ、元気出して逃げなきゃなー。食べられそうで不安なんだけども、俺、逃げる元気ないなーとかっていうふうにさ、 ななんんいいでしょう,うわっ,って逃げるるじゃんあるいは何だか分かんないけど急に火事になりました皆さんが見てるところ火事になりましたそれでさあ火事だなめんどくさいな逃げなきゃなパチパチ売ってんな暑いなって思う人って悟ってるってそれねそんな人はまあ少ないわけでやべえっていうふうに逃げる人がほとんどじゃないですかねなんであの多くの人っていうのは自分が今の環境を本当な どういうういこととかっていうとね、不安ででもなんだか頑張んなきゃダメなんだけどもやる気が出ないっていうふうになってる人っていうのは間違いなく皆さんの横にトラがいますトラがいますあるいは、えー、ライオンがいますヒウですよそういう皆さんの元気を奪う何かの恐怖があるんですよねあるんだけどもそれに気づいてしまったらやばい気づくなよ気づくなよ気づくなよ っていう風になんかビーム出されてんそいつからビーってねでその状況でねどういう風に元気出せばいいのかなってね考えること自体がこれきっついだからおすすめなのは家計簿つけたりねすることによって、えー、自分が何にストレスを感じてるのかな何でなんだろうっていう風にこうに掘っていくこと、ね、でそういうものを見向きもせずにね あーのーまあ気合とか根性とかこれ出してもですよやっぱりうまくいかないよねそれはだからそこをねちょっと考えてもらえたらなというふうに思ってまあ撮ってるんですけど結構ねこれから本当に不況になっていくと思いますよ非常に怖いことだなっていうふうに思うんですがうーん でもまあ人間ねあのー、人人間間ってすすごいんですよあ人間の持ってるエネルギーって特にすごくって、えー、少なくともさ別に爪があるわけでもないね牙があるわけでもないのになんか知んないけど人類一番地球で選ぶってるじゃん。ねブイブイ言わしてるじゃん俺が一番だぜーっていう感じであの,ぜあの霊長類としてさあの生物の食物連鎖の頂点に立ってるじゃないですか。 いいっぱい色々あっぱあたんだよ生命っていうのはね人隕石が落ちてきたりさ、ね、恐竜に支配されそうになったけど哺乳類の祖先様は生き,たり生き延びたりさ全球凍結になったりとかさまあいろんなことがあったんですけど生きてるんですよ。生きてるってことは大災害があったとしてもまあ生き延びたわけじゃんうちらの DNA っていうのはね。生き延びたあ DNA よりすぐりですよ。この 45億年の地球の歴史よりすぐりの遺伝子を持ってるんですよ。ってことはあの時代の変化とか状況がなんかやべえなっていうふうに気づいて元気さえあれば大丈夫なんですよ。で元気を出すためには元気を出す方法そんなものはあるんで我々の生命力っていうのはそんなに弱くないですから、ね、トラが横にいたりね。 ゴリラが後ろにいたりねあるいは急に火事になったらやべーって逃げるじゃんそういう元気はあるんですよだから元気が出ないっていう人はね重要なのはあなたから元気を奪っているものは何なんですかっていう問いかけが必要なんですよでもうずーっともうある意味ひとつき万ずの動画に通底していることってそれであなたが元気を奪っているものに気づいて逃げろとね でそれの多くの場合は政府のシステムとか官僚のシステムとかそういうところにあるんだよ。そこから逃げさえすれば人間の元気っていうのは出てきてで元気が出てきたら状況にはいくらでも対応できるのが人間ってもんですよ。てか生命ってもんですよ。ね。あの、どれぐうんそうですねえ。月が降ってくる。まあこれぐらいになったらこっちらもどうしようもないね。それも諦めましょう。太陽がばっかり。 まあそれもちょっときついかなっていう。ね。なんで、あの、それ以上の不況、不況 <laughs> ってことはないんで、あの、そういう意味ではね、たかだかあの、不況になるぐらいですよ。めっちゃ大変だけど。ね。でもその時に元気さえあれば、ね。あの、普通に生き残っていけるんだけども、元気がない人が元気無理やり出そうとも、これめっちゃ大変なんだよ。だから、元気がない時は、 あなたの元気を奪ってるのは何なんですかっていうのがすごく大事で,で、それにすごいおすすめなのは節約も兼ねて家計簿をつけるってことなんですよ。これね本当に効果あることなんでぜひやってほしいし、でまあねあの安富さんとこの取っている、えー、このね東大教授が語る世の中の真実本気で語る世の中の真実シリーズというのはこれをもっともっともっと深く で、そして歴史、時代、背景も含めて話をしてるっていうのが、これの、あの、テーマになっています。今は3万円でね、これ販売してるんですけども、あのー、日曜日にね、値上げするっつってなんですが、入金月曜日まで待ちますので、月曜までは今の価格で、月曜日入金まではこの価格でやっていますので、お早めにね、欲しい人はこの下に書いてありますんで。で、まあ、あとね、皆さんにちょっと伝えておきたいなっていうふうに思ったのが、うーん、あのー、 今日もめっちゃ疲れました。だけども、すごくいろんなね、コメントが最近増えて、で、そのコメントを見るために私は、すごく励まされていますよ。で、そのコメントっていうのはね、あの別に市民さんあの、いつも見てます、ありがとうとかね、そういうのじゃなくていいんですよ。そういうのじゃなくって、えー、今日はこんなご飯を食べて、こういう時にひとつき万札を見ました。とかね、なんかそういう皆さんの生活を感じるような、 コメントとかね、そういうのがあると、ああ、皆さん、こういうところで見てるんだなっていうことがね、すごく感じるので、ね、嬉しい。ね。なので、えー、そういうコメント私とっても好きです。ね。で、皆さん見てくださいまして、本当にありがとうございます。チャンネル登録といいね、よろしく。今日も読書。それでは。